はい、じゃあよろしくお願いします。えー、今回は中学英語の高知就職丸三並び替え編をやっていきましょう。で、今回問題演習ですね。4問並び替えありますので、ぜひ動画止めていただいて、1回ね、チャレンジしてみてください。で、やってもらった後に分かんなかったり、不安なところがあれば、今からね、自分が説明しながら答え変えていきますので、聞いてもらえたらと思います。いいかなでは、早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。 よしじゃあ、サクッと参りましょうで、タイトルにあるように、高知就職丸三でございます。まあ、丸一丸二とね、基本編と、えっ、ー、と、接触説編か、やってきたんですが、まず、高知就職自体がちょっと苦手意識強い方はね、そっち見てもらってからの方が、納得しやすいと思うんでね、お時間あればそっちも見てみてください。で、やり方はいろいろです。もう、できる方は、もう見た瞬間に、あー、はい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 っていけると思うんですけど、 ちょっとね、こう、組み立てるときに、どっから手を出そうかなって迷う方は、自分がよくね、まあ自分もやるし、生徒にもやらせてたのは、元々の文どこってそこ探してごらんっていう。就職してるところと元々の文ですね。例えば、このね、舞台の上で踊ってる女の子誰ですかって、元々の文っていう表現ちょっと曖昧でね、うまく伝わってないかもしれないんだけど、これで言うと、女の子は誰ですかっていうのが元々の文なんですよ。だって意味通じるじゃん。女の子誰って。 だけど、その女の子を詳しく説明しているのが、舞台の上で踊っている女の子なんだよね。だからこの青の部分が就職してる。まあ、今回だったらコーチ就職なんで、後で書く方だね。コーチ就職。だけど、元々の文は女の子は誰なのっていう、それ聞いてるだけじゃんっていうのを考えてほしい。で、組み立てるときに、まずこの赤の方、元々の文作っちゃってください。だから女の子誰でしょ誰ってフーだからさ。 Who is the is i g r ね、Who is the girl? って言えば、さっき書いちゃおうか。今回ちょっとごめんなさいね、答え書くところがね、右側しかなくて、しかも多分1行で収まらないから2行になっちゃうんですけど、Who is the girl? まあ本当とね、クエスチョンマークつきますけど、これで女の子誰ですかが完成します。まあ使ったんでね、斜線引いておきましょう。で、でよ。 今回は、この女の子を、この青の部分で就職したいわけです。だからガールだよね、女の子。ガールあるじゃん。つまり、このガールを就職したいから、この子のすぐ後ろ、ーチ就職ね、後ろに置いて就職するから、後ろに舞台の上で踊っているっていうのをくっつけてあげればいいと。じゃあそれくっつけましょうって。で、踊っているね。これね、ほにゃららしている。 高知就職丸一の動画でやった、現在分子。ING を使って就職することによって、ほにゃららしているがつけられると。今だったらダンシングだよね。踊るダンスだからさ。つまり、ガールのすぐ後ろに、ダンシング。ダンシング。をつけて、であとは、えっと、舞台の上で。だから、オンザステージだよね。ダンシング。オン。 ザステージ。で、まあ、最後、クエスチョンマークね。まあ、一応あるけどね。これを。ああ <laughs> あのー、はい。えっと、まあ答えね、今、ちらっと見えたと思いますんで、皆さん、早送りしてください <laughs>。書き直すから。入んなかった。ごめん。えー、ザ・ガー間違ってるし。落ち着く。テンパっている。えー、っと、ダンシング・ あれだね2色にしてるからもしかしたら早送りしてる方ちょっと答え確認しにくいかもしれんけどごめんねこうね「Who is a girl dancing on the stage」これで正解丸になります答え分かりやすい切るかこれでねこれが正解ですいいかな、まあ、こんな感じでやっていって慣れてくるとあの別に分けて書かなくても絶対できるようになると思うんですが慣れるまではこれがいいかなと思います個人的にはね で、次は、アメリ、あ、ごめん、あれはアメリカ製のカメラですと。なまったカメラですと。で、これも元々の文の何かっていうと、あれはカメラですって。ちょ、飛んでるけどね。あれはカメラだよって通じるじゃん、意味が。で、それを、カメラがどんなカメラなんて、アメリカ製のカメラ。まあ、このほにゃらら性はね、よく出てくるからって言って前の動画でも取り上げましたけど、こういう組み立てになってる。じゃあ、まず、あれはカメラですって英語で言おうぜって、あれってザットだよね。 That is a camera があるから、おっとっと。先にそれ書きましょうと。That is a camera。で、赤のとこの部も完成したじゃないですか。じゃあ、あとはアメリカ製のっていうのをくっつければいい。で、カメラ。カメラをね、就職したいので、カメラのすぐ後ろに置きます。まあ、さっきのガールと同じ感じだね。 で、ほにゃらら性っていうのは、まあ言い換えると、ほにゃららで、えー、作られたって。アメリカで作られたっていうのがアメリカ製のっていうことなので、さっきは、ほにゃららしているだよね。しているは、現在分子って言われる ING でつなげてあげればいい。ほにゃららされたの方ね。されたの方は、 過去分詞過去分詞を使えば、ほにゃららされたって意味で、高知就職することができますと。つまり、作るメイクだよね。過去形、過去分詞は、メイド。だから、これ使います。カメラの後ろに、メイド置きましょう。ちょっと先に車線引けばよかったね。that is, we are camera. で、メイドで、あとアメリカだから、in, アメリカだね。メイド、in、ちょっとインク危ないな。持つかな。 あ出てきたね in America でこれフィリオドだね That is a camera made in America っていうこれを使うことによって過去分詞を使った高知就職後ろから就職するっていう文が完成しますとで次ですね、えー、県はとても速く走る犬を飼っていますとでここがねえっ、ー、とちょっと難しいところかもしれないんですがもともとの文 これ何かっていうと、ケンは犬を飼っていますっていう。これが元になります。ケンは犬を飼ってるよって意味通じるよね。で、残ったとても早く走るはどういうのをね、就職してるかっていうと、このワンちゃん。犬ね。それを、とても早く走る犬。まあ、犬を詳しく説明してくれてるって考えればいいね。だからまずこういう組み立てでいきましょうと。だから、ケンは犬を飼っていますからいきます。ケンは犬を飼ってます。 で、主語は「んですね。なので、えー、で、動物を飼うっていうのは、持っていると同じふうに使うので、ハブを使います。ハブ。ただ、主語が「んなので、三単元の「S」がくっつくから、ハブが「ハズに変わってると。つまり、「can」has a dog。これで、「けーん」、ん。 ケンは犬を飼っていますの赤の文が完成します。じゃあそこにとても速く走るっていうのをくっつけてあげたら犬をね、高知就職したいからちょうどドッグの後ろにくっつければいいと。ただここで注意なのが、あもしね、これ並び替えじゃなくて書け、えっと普通に書く。自分でね、英作文をするとなった時に結構ラーニングをつけたくなる子がいます。ケン has a dog running very fast みたいなね。ただランニング、さっきと同じ、これ ing ね。 ランニングで行っちゃうとほにゃららしているになっちゃうのでケンはとても速く走っている犬を飼ってますになっちゃうんでねだから今さ今走ってるだったらまあ、ちょっとね意味は変わるけどいけるんだけども今はとても速く走るってそういう特徴のある犬ですよって言いたいからここはちょっと不適切だね ing 使っちゃうとじゃあどうするかっていうとこいつです現在完了じゃない <laughs> 関係代名詞だ 関係代名詞のウィッチを使っててここは高知就職ししいきましょうちょっとインク出しすぎましたね今度ねこれ関係代名詞ねえっと書いとこうかここ下がねちょっと怪しいんだよな見にくいと思うんだけどごめんねえっ、ー、とでこいつがあいいや全部終わってから言うねちょっと待って関係代名詞だけ書いとくわカッコんか何書くか分かる方いるかもしれんけどじゃあ後で書く で関係代名詞があってであと残ってるのがえっ、ー、ととがある、ね、でここは先に答え返しちゃ u うか Which runs? あとはとても速くだからリーファースト「v e r y f e r s t でこの関係代名詞関係代名詞って、まあ、主格と目的比較って習ったと思うんですけどこれどっちですかって聞かれたらいけますみんな。 主覚と目的格、これどっちって。これ主格なんだよね。主格ってやつ。まあ、詳しくはね、あの、そっちの、あの、動画、勉強動画撮ってるんで、そっちで見てほしいんですけど、つまり、後ろの文の、ここに主語、本当は主語があるんだけど、それの代わりになってるんだよ、ウィッチが。主語の代わりになってるのも、主格って言うんですが、で、その主語は、ね、犬のことね。犬が、はい、とても速く走りますっていう。 その文を、こうね、関係代名詞を使って、組み立てて、ドッグ。これを就職してますと。いいかなこれで完成になります。あのね、前回の動画で、えっとね、問題なんだっけな青い髪だったっけ違う、長い髪の女の子。えっと、前回の動画の4番の問題。香りは髪の長い女の子ですっていうとこでもあったんですけど、主角が、これは省略できないので、これで繋げます。こういうふうにね、やっていく。 これも、えっと、高知就職。後ろから就職してるので、高知就職の一つです。いいかなで、ラストですえ。私が訪れたい場所はハワイですと。ね、私も行きたいですね。行ったことないんで、俺、ハワイね。で、この問題ね、結構引っかかります。引っかかるというか、最初にある落とし穴にはまって、抜けらんなくてミスる子が結構出てくる問題。で、何のミスかっていうと、おっと。はい、気づきました。 <laughs> みんなはもっと早く気付いただろうけどファースト入ってなかったなちょごめん最後に画角ちょっと下げるかもしれんけどごめんねファーストえアーとピリオドかこれで入ってるあオ OKOK、okay, okay、何かっていうとねこれ日本語見た時にここに「私が」ってあるじゃないですかな最初にさ「私」があるともう反射的に最初に「愛」書きたくなるんですよねここに「愛」ってであもうさ最初に「私」があるから「愛」っていうのがもう固定観念で言ってしまうと ここをさ、疑わなくなるんですよ。もう愛から始まるものだみたいな。だから、愛は決定してて、そこから組み立てようとするから、ミスるんですよ。これ、結論から言うと愛じゃないからね。スタート。最初。そう、だからそこはちょっと気をつけた方がいい。で、考え方としては、やっぱり元々の分何なのかなって考えます。で、これは、私側入んないからね。元々の分その赤の分ね、ここ。入んない。何かっていうと、これ、ね、元々こっちね、場所はハワイですって。 まあ、ちゃんとこね、言うと、日本語のそのが入るんだけど、その場所はハワイですって言ってます。で、その場所ってどんな場所なのって、それが私が訪れたい場所なんですよ。場所を詳しく説明してます。私が訪れたいっていうのをくっつけることによってね。だから、まず赤の文を作ろうと思ったら、その場所はハワイですって言いたいわけです。そのってザくっついてるからね。その場所、ザプレイス。つまり、 The place is Hawaii だね。Hawaii は愛がダブルんでちょっと気をつけてね。まあ今日じゃねえわ。こうなります。The place is Hawaii。これでその場所はハワイですって。で、今その場所っていう、まあ place ね、場所。place を私が訪れたいっていうのをくっつけて高知就職をしたい。で、今回は今やってきた3つの問題はさ、全部就職したいのがガール、カメラ。 dark ってなるから、まあ、ここにくっつけるんで、結果的には、高知就職が一番後ろにくっついたんだよね、こうやって。ただ、毎回そうはな,くなんなくって、今、place だから、ここを就職したいんよ。place。つまり、ここに入れなきゃいけない。就職するものをね。で、あ、そう、消そうね。ごめん。消してなかった、さっきも。The place, えっと、is Hawaii. 残ってるのは、ビジットと、to と、one っと、i だね。 で私が訪れたいって言いたいから私ね。はい。ちょっと待ってね。下がギリか。しかもここカード入んないね。ちょっと詰め込みすぎた問題。はい。でほにゃららしたいっていうのは want to だね。want to。で、I want to 行きたいた。訪れたいだからビジット。I want to visit。 これを入れることで、the place I want to visit is Hawaii となって、これで正解になります。これが正解。で、これも関係代名詞が省略されてます。本当は。ここにね、I の前に、the ともしくは which だね。が省略されてる。で、これは関係代名詞が、こっちは目的格ってやつです。目的格ってやつ。 で、まあ、それが省略されてて、まあ、前回やったね、ちょ、前回言葉足らずで申し訳なかったんですけど、あの、コメント欄でね、いただいてありがとうございました。この、えっ、ー、と、関係代名詞が省略されていて、プレイスあるじゃん。プレイスの後ろから、主語動詞、SV ってやつね。主語動詞が続いてるこいつの、この青のやつが接触説って言います。だから、えー、ザットとか、ウィッチが入ってる状態、省略してない状態は接触説って言わないので、 ただ考え方、もともとの考え方は関係代名詞を省略してるから、もともとみんな習ってる内容と変わらないよってことが言いたかったんだけど、ちょ、お前言葉足らずだった、前回ね。ただ問題としては、まあ赤のね、the place is Hawaii を作って、あ、プレイス就職したいなって。だから後ろに I want to visit。まあもちろん選択肢に that とか which があったらここにね、thatwhich 入れますけど、I want to visit を入れることで答えを完成できますよと。いいかな まあ自分はねあの2つの文を作ってこうくっつけるみたいなのやってるからちょっと面倒くさく見えると思うんですよ今あの特に苦手意識がある方はねただ何度も言うけど慣れてくると別にこんなことをせんでもできるようになるから大丈夫なるなる大丈夫だからただどれを就職してるのかなって例えば「ガール」とかね「キャメラ」「ダーク・プレイス」っていう。 何を就職してるのかなっていうのをちゃんと見つけること。そして、就職してる言葉。じゃあ、就職したい言葉ね。舞台の上で踊ってるっていう青の部分を女の子の後ろに入れるんだよ。すぐ後ろにね。すぐ後ろに入れることによって、高知就職が完成します。で、高知就職の作り方は、現在分子。ING を使って、ほにゃららしているっていうのか、過去文章を使って、ほにゃららされたっていうのか、あとは関係代名詞を入れたり、まあ省略できないからね。 入れたり、まあ入れない形もあるんだけれども、こういった風にコーチ就職を作ることができますので、ぜひね、あの、もしね、ここまで聞いて、あの、解けな、まず最初ね、解けなかった方は一回動画戻して、最初に戻して、自分でやってごらん。これね、説明聞いただけで、オッケーオッケー大丈夫ってなると、できんから、結構また落とし穴にハマってしまうので、もう一回自分でやってみて、できたってなったら次の勉強にね、進んでもらえたらと思います。 はい。ということでね、3本なりましたが、高知就職ね、お付き合いいただきありがとうございました。ではね、また次回の動画でお会いしましょう。今回の授業は、ちょっと止まっちゃった。今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。